皆さん、こんにちは。花子です。今日のお題は、新ニーサ2024年。私ならこれでいく。です。ついに来月から新ニーサ始まりますよ。最終確認していきましょう。んまだ何もしてない。大丈夫ですよ。手取り足取り教えていきましょう。ん嫁に反対されてる 政府が進めている新ニーサなのに、そういう人どれぐらいいるんだろうアンケートを取ってみました。未だに新ニーサなんて危ない投資はやめろと反対してくる家族や友達や同僚いるいるが15.9%、いないが65.4%。まだあと16時間アンケートするんですが、1205人中191人反対されている人がいるって結構多いですね。ということで2024年新ニーサを始めようとは言っても、 その新ニーサとは何でしょうか新があるということは旧がある。旧はどんなものだったでしょうか ?2023 年までの旧ニーサ積立ニーサは1年間40万円。 毎月33,333 33円に投資した分には税金がかからないというものです。なぜ一般ニーサ百1 2 0万円の方を選ばなかったかというと、非課税期間が5年間が長期投資家には短すぎるからですね。そして、この私が保有している q ニーサーの EMAXI s l ム m 米国株式サンド P500 は新ニーサーとは別枠です。q ニーサーからは2024年に新規で投資はもうできないということです。2018年から2042年まで非課 課税保有すすることができま2043年になるまで置いておくと基本的に課税口座に移されます2042年までは非課税なんですから株価が上昇すると思うのならそのまま置いておくのがいいと思いますこちらが私が2年半前から始めた旧積立 NISA がメインの楽天証券の口座です合計の保有額が183万5064円で評価益は31万4032円 2021年7月から2023年12月までの主に積み立て i s a 毎月33,333 33円投資したものですが、それ以外は2年半前にいろんなものを1万円ずつ買って値動きを見ていました。積み立て i s a の EMAX SLIM 米国株式サンド P500 を見ると、プラス24.26%になっていますが、 毎月 33, 33 3万3,333円でもやらないよりやった方が良かったですよねこちらの資産推移を見ると2021年7月から毎月 33, 33 3万3,333円投資を始めて利益が増えてきたのは2023年の1月からです。 この前までの1年半はずっと利益がプラマイゼロのような状況で株価が下落しても投資してきたということです。こちらは S&P500 ですが2021年7月この積立てニー a を始めた時から株価はあまり変わっていません。始めた当初は4352.34現在は4719.19一旦下がって戻ってきた状況です。 つまり株価が下落しても毎月投資を続けたものの勝ちということですね。この漢字は私が2000年から20年以上投資してきた漢字と全く同じです。利益が出ないと思って毎月投資をやめたらダメなんです。株価が下がれば円安に、株価が上がれば円高にとなることが多いので日本人にとっては買ったり売ったりするのは得策じゃありません。投資したら長期で保有することをお勧めします。 よく見ると、積立て兄さんの下にアイフリーレバレッジナスダック100というものがありますが、これはプラス9.41%の含み益です。最近までずっと含み存でしたが、2023年12月に入ってプラスになりました。その理由は、このアイフリーレバレッジナスダック100は為替ヘジありだからです。2023年12月にドル円が150円から140円近く円高になり、その上株高になったからです。 つまりずっと不遇の時代だったのですがやっと為替ヘジありが効いてくる時が来たということですこれが含み損だからといって為替ヘジなしに変えたらまた利益を逃すということになるので 方針を決めたら動くなということですね。為替ヘジありが何かっていうと、為替に関係なく株価が上がれば上昇するし、株価が下落すれば保有額が下がるという単純なものです。ですから2021年から30%以上ドル高になった利益を受けることができなかったということです。しかしだからといって為替ヘジありにしたら、 利下げ予測で株高、円高で為替ヘッジなしにすればよかったということになります。話は戻りますが、2023年までにお勧めしていたのは積立たて NISA です。積立たて NISA とは、1年に40万円までの投資については税金が免除される。 非課税期間は20年金融庁が許可して200本弱の投資信託の中から選ぶことができました旧 n i には一般 n i s があったけれど非課税期間が5年なのでその後の取り扱いが難しいので初心者はとりあえず積み立て n i から始めてみるのをおすすめしていたということですね。 しかし、その積立ニー s a は2023年で終わり、2024年から新ニーサが始まります。簡単に説明すると、新ニーサの非課税期間は無期限になりました。新ニーサは、1、積立投資枠、年に120万円まで、2、成長投資枠、年に240万円まで、1は2023年までの積立ニー s を引き継ぐもの、2は2023年までの一般ニーサを引き継ぐもの、 だから、1番は投資信託が買える。2番は投資信託、ETF、個別株、日米含むが買える。新ニーサは非課税期間が無期限になった。1年に投資できる非課税投資金額が360万円までに増えた。トータルで非課税になる投資金額は合計1800万円。 積立投資枠は旧積立 NISA で投資できた投資信託がある。成長投資枠は旧一般 NISA で個別株や ETF にも投資ができる。そして途中で売ってもその枠はまた使える。そもそも枠って何枠というのは払った金額のことです。これには増えた分は入りません。そして税金がかかるのは増えた分だけです。 その税金はニーサではかからないということになりますね。18歳以上の人なら生涯一人につき1800万円まで非課税で株投資信託を持てる障害投資枠です。夫婦だと1800万円ずつ障害投資枠をもらえます。子供は18歳まで投資枠をもらえません。通常の場合、心に差枠以外で買う場合、 100万円投資した分が、例えば150万円になって株を売る際、利益、売却益、キャピタルゲインが出ている場合は、税金として払う必要があります。例えば、50万円かけ五2 0 3 1 5は、10万1575円。生涯投資できる枠とは、新ニーサの非課税保有限度額は全部で1800万円です。 一度に全額1800万円を投資することはできません。1年間で投資できる額、最短で5年で上限に達します。積立投資枠は120万円、成長投資枠は240万円、合計360万円、毎年12月31日まで。積立投資枠と成長投資枠、上限1800万円のうち、成長投資枠に投資できるのは1200万円までとなります。 積立投資枠であれば上限1,800万円のうち全てを積み立て投資枠にすることも可能です新 NISA の素晴らしさはこの1,800万円の枠の中ではいくら利益を出しても税金を取られないということです NISA は20.315%の税金が非課税となりますが米国株個別株や ETF を買った場合配当金に対しては10%の税金が引かれます 通常はそれを確定申告すれば日本側から返してもらえるのですがそもそも日本側が税金を取っていないので10%返すことができませんつまり NISA の場合はそもそも日本側も20%の課税をしていないため米国側の10%の課税の免除もできないということです NISA の浄土益には税金はかかりません浄土益というのは元本が増えた分ですね 配当金というのは、もらえる場合ともらえない場合があって、四半期に一回とか、半年に一回とか、だからそれほど心配することはないです。上等益とは、例えば10万円が20万円になったら、10万円のことです。これにはニー s は税金はかからない。10万円の投資で5%の配当があったら、1年で5000円の配当金。 これに 10%500 円アメリカが税金取るが、これは返されない。大したことないですよね。しかし、元本が一時的に大きく減る可能性もあるので、あまり利益ばかり考えるのも良くないです。福利の力というのがよく言われますが、福利の力に期待しすぎるのも良くないです。例えば、金融庁ウェブサイトにある投資機関と福利効果の関係の図ですが、これは投資リターンを年10%と想定しています。

The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years, about once every two years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we, <laughs> you know, we call it a correction. And, uh, uh, so 50 declines in 93 years, about once every two years, the market falls 10%. Of those 50 declines. 株価はすごく下がります。93年のうち10%以上下落したのが50回。2年に1回は10%下落します。6年に1回は25%下落します。 投資でで知るべきことはそれだけですつまりこのチャートのように毎年 10%20 年間上昇し続けることはないのです25%下落すると福利の力も税金免除も何の効力も発揮しません 2022年サンド P500 は19%下落していますよねあれ金融庁のページと違うじゃないかと思う人がいるかもしれませんしかし福利の力の説明と現実は全く違いますこちらが米国株長期投資の王道です株価の上下を念頭にまずは少額から福利の力よりも分散の力毎月同じ金額を投資する株価が高い時も低い時も注意しながら少しずつ買う 米経済の成長を信じるか信じないかを確認する小さな手数料やポイントはどうでもいいことばかりですそれにポイントは契約ではないので後から変更されることも多いですできる範囲でポイントは活用しましょう楽天ポイントとかねニーサに関しては証券会社は1月から12月まで同じ会社じゃないといけません重要なことは 大暴落しても毎月同じ金額を投資し続けることもちろん投資に絶対はないのでそのまま米国株が終わることもあるかもしれませんしかし下落せずに上昇だけする株はありませんだから下落のたびに売るとか上昇したたびに買うとかしていたら儲かりません、まあ、だから積立てに良さで投資をしろということですねただテクニカル的には1月に360万円に近い金額を一気に投資することもできるので、まあ、そういうのはやめましょう 上昇局面では一括投資をするという人が増えるんですが、下落局面になるとほとんど見かけません。どこまで落ちるかわからないからです。でも冷静に考えてみてくださいよ。結局上昇していくなら、 上昇局面で買った方がいいのか、下落局面で買った方がいいのか、もちろん下落局面ですよね。まあそれがわからないので、毎月買うということです。アメリカのニー s に当たるものはアイラです。私は2000年から2018年までアメリカに住んでいたんですが、私はアイラに投資した株が下落しても上昇しても、毎月休まず投資して、ドットコムバブルもリーマンショックも乗り越えてきました。アイラだけではなくて会社にあるのが 41K です。日本のニー s に似たアイラを毎 毎月投資乗り越えることができた理由は現金があると無駄遣いしてしまうから投資しておこうという心構えです実はこれぐらいの方が投資は続くんです人間はお金があると使ってしまいます無理やり毎月投資してしまえば使わないんですもしその投資が20%下落したとしても50%下落したとしても無駄遣いしていたら100%なくなるはずですそうすると半分下落したとしても 無駄遣いしてたら全部なくなっていたんだからまあいいかっていうふうに考えられます。私もそういう感じでした。一番危ないのは、よし、1年間で100万円を1億円にしようというメンタルです。投資はタイミングを選べません。いい時もあれば悪い時もある。それでもずっと米国株を保有してきた人たちの財産が大きく増えているわけですよね。私もその中の一人です。 今後もそうなるかは誰にもわかりません。しかし、アメリカの経済が一番拡大していて安定しているので、勝つ確率が高いということですね。ということで、アメリカ経済を知ることも必要ですが、余剰資金で投資をすることを忘れないようにしましょう。今週木曜日12月21日夜9時から、無料会計新ニーサー初心者クラスライブをします。忘れないうちにチャンネル登録して、ぜひ参加してくださいね。 ということで質問がある方はライブで質問してくださいできるだけ答えるようにしたいと思いますそれではさようなら高校生でもわかる米国株 YouTube チャンネルの収益はすべて犬猫保護活動に寄付しています子猫のルミちゃんは固形物が食べられずに吐き出してしまうのでボランティア K さんが預かっていますルミちゃんの検査結果は右大動脈球位山でした 治療方法は残ってしまっている血管を切除することで治りますが手術費用は60万円です私の方で手術代は支払うことにして1月4日に手術が決定しました今日話した内容は今月か来月出版される予定の27チャプターのうち1つの章です 投資のいろんなことが分かる本になってますのでぜひ買ってみてくださいまだ出てないですその本の収益をるみちゃんの手術に当てたいと思いまするみちゃん以外にも病気の子はいるのでもちろん残りの金額も病院代に使おうと思いますサポートしたいという人はぜひ本を買ってくださいね また、この YouTube を見ていただくだけで、すでに寄付していることになります。また、個別でフードを寄付してくれている方もいらっしゃいますが、皆さんいつもありがとうございます。無理をせず、できる範囲で犬猫を助けていきましょう。